今回は丸帯日本画合点縄文をご紹介いたします。一本の帯の中に200にも及ぶ花鳥画が豪華に配されたこの丸帯は、一方からは福井県曹洞宗大本山永平寺の三松閣の天井画を主軸に、もう一方からは俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一といった琳派や丸山応挙、伊藤若冲らの代表的な日本画を色鮮やかに織り上げた繊細優美な作品です。一つ目の題材の三松閣の天井画は、日本を代表する画家144名により昭和5年に描かれたものです。160畳という大広間の天井に描かれた花鳥画は、それまでの美術界では例を見るものはありません。また勲章受章、文展、定点や院展に入賞した画家などが一堂に会しての集団制作は、昭和の画家の記念碑としてその偉業が称えられました。多彩な天井画の図柄、まずは折り出し部分から詳しく見ていきましょう。左側を金箔ベース、右側を銀箔ベースと金銀の箔立てを使用しております。その上にみずみずしく描かれた四季折々の自然風趣花鳥画を10種類余りの材料を使用し、鮮やかに織り上げ表現しています。河合玉堂、小堀友と山本俊挙、伊藤新水らの近代の日本画史上数々の名作を本金箔と金糸を用いた西陣織の織り技術を駆使して、合点帖さながらの迫力と豪華さを巧みに織り上げました。また反対の手先からは、丸山応挙、伊藤若冲、俵屋宗達、尾形光琳と日本の代表的な絵画を合点帖の図柄の中に取り入れ、さらなる美の世界を創作しました。大変豪華で、見ているだけでも楽しんでいただけますが、帯としては垂れ先と手先の両方から結んでいただくこともできますので、金地で4通り、銀地で4通り、合わせて8通りものお太鼓を結んでいただくこともできます。ところで、三松閣の天井画は鯉の絵柄や唐獅子の絵柄を見つけると願い事が叶うのだとか。この日本画合点縄文の丸帯にいくつ見つけることができるでしょうか。ぜひ探してみてください。最後までご視聴ありがとうございました。